こう荷物が乗ってるっていう体なんで、うん、車検も小屋を下ろせば車検も通るし、はあはあ、自分で作ったの？はい、もう自分で手作りで作って。これはあれですか、あのいくらぐらいでできたの、はい、総額？もうお金も全くないんで、うん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ハッシーハッピーです。もうね、よろしくお願いします。紹介しなくていいんじゃないの？いや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 、紹介させてください。そういう嫌な顔しない、なんで来たんだよ。いや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 、紹介させていただけるっていうことで。言ってないよそんなこと。面白いことできるの一人で任せてください。ちょっとやってみるよ。じゃあ、一発ギャグいきます、うん、カエルの歌が覚えれないよ。ありがとうございます。誰が、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、もう何年やってんの今日。いや、8年です。8年でそれかよ、はい、すいません、ちょっと申し訳ないです。ちょっと今日頑張るんでお願いします。ここ壊れちゃうよ、ほんとに。これあのベースは何ですか、はい、ハッシーさん。三菱のミニキャブっていうあの軽トラックの上にあの小屋を乗っけて軽トラキャンピングカーっていうのを作って。これ車検取んないだろ。あ、これ実は、うん、こう荷物が乗ってるっていう体なんで、うん、車検も小屋を下ろせば車検も通るし、あの全然大丈夫なんですよ。まやかしやるかそれ。いやいやいや、ギリギリをやってます。ギリギリ、本当に、はい、ちょっと紹介してよ。あ、ぜひぜひ、ね、え、でもこれベースいくらで買ったんですか。結構ゴロゴロなんていけないけど。これもう3万円で3万、はい、もう30万キロ走ってる。うわ、はい、お、買ったの、足が、はい、買いました。おで、これは自作で作って、トタン、はい、これはキャンピングカーなの？あ、そうです。一応キャンピングカーっていう。掘ったとこ屋だよな、本当にもう。失礼だよな、キャンピングカーって言ったら。いや、そのカテゴリーに入ったら。どう見ても、チャウチャウかなんかのハウスだよ。もうほら、見て、護送車だよ、護送車、護送車。護送車って。ハッシーって書いてある。そうなんですよ。ここはすごいこだわりポイントで、84でハッシーでやらせてもらって。そんなこだわらなくていいよ、そんなこと。いや、そんなこと。すいません、ちょっとあのもう本当に生活感溢れてて、これよく、はい、護送車でしょ、こんな感じで。ほら、ただいらまたこれちょっと、住んでるんで。はい、ぜひぜひ。これ刑務所の独房だよ。いや、独房って、そんなひどい言い方しないでください、ほんとに。どう見たって独房でしょ、これ。住んでるの？はい、そうです。僕、家なくて、あのここで暮らしてるんですよ。税金払ってないだろ。いやいや、あの、まあまあそこら辺は。絶対税金払ってないよね。で、こちらがあのキッチンになってます。キッチン、はい、キッチン、はい、え、どこがキッチンなの？ここはキッチンで、うん、あのここ押せば水も出るし。ただの風呂桶じゃん。いやいや、そんなちゃんとあの出るんですよ。ちゃんと手洗って。これも一緒に垂れ流してんだろ。あ、そうです、そうです。県庁から大クレームだよこれ。そうそう、あの一応あのこっちに貯めれるようにもらってるんで。貯めてんだ、はい、それは偉いね。で、ちゃんと帰るんだ。はい、しっかり。で、ここから水汲んで、ここで。これさ、普段さ、はい、どこで寝泊まりしてんの？あ、だからもう、練馬の駐車場月決めで借りてまして。あ、そうか、そうだよな、はい、そうなんですよ。やっぱそこら辺止めてると怒られる、怒られちゃうんで、そういうのしっかり。いくらで借りてんの？1万5000円で。1万、だから、はい、そうか、1万5000円の、はい、とこでずっとここにいるんだ。あ、そうなんですよ。で、こういうポータブルバッテリーでソーラーパネルで電気やって、うん、で、水もあの近くの公園から汲んできて、うん、で、ガスコンロで料理もできるしみたいな感じで、うん、はい、料理ってあったでしょ、なんかコンビニで買ってくるの？あ、いやいや、もうちゃんとあのフライパンとかもあるんで。で、火がないじゃん。いや、火はあのコンロがあるんで。カセットコンロ？カセットコンロが。で、ここ調味料も結構こだわって。なんかほら、虫がいっぱい出てきたから。それはもうここだからじゃないですか。僕のせいじゃないです、本当に。汚いは、だって、はい、それ洗ってないだろ。で、まあまあ、その2ヶ月に1回ぐらいはちゃんと干して。絶対汚いな、あれ。汚いよね。やめてくださいよ。絶対ゲルとかしてるよね、あれ、はい。まあまあまあ、そんな感じでやらせて。仕事もこれで行くんですか？あ、そうですね。テレビとか呼ばれた時は。テレビをこれ入れてくれる？あ、一応、高さが大丈夫だったら入れさせていただきます。高さいくつ？2.5 です。あ、じゃあちょっとダメなとこあるよな。あ、そうなんですよ、そうなんですよ。大体 2.2 だもんな。そうなんですよ。それで入れない時はあるんですけども。はい。こんなんで暮らしてます。面白いな。はい。いや、もうなんかもうこれぐらいやんないとなんかテレビ引っかかんないなと思って。うん、で、こういうのやり始めてから結構仕事が増えてきたんで。もう何年ぐらい住んでるの？もうすぐで2年ぐらい。あ、偉いな。はい。やってます。住んでる、寂しくなんないの？いや、めっちゃ寂しいんですよ。寂しい、そうなんですよ、一人だし。寂しい時はどうしてんの？いや、だから寂しい時はなんかちょっと友達呼んだり同期呼んだり、ここで鍋パーしたりとかして。へえ、はい、一緒にご飯食べたり。相方さんは普通のお家に住んでるんですか？はい、相方はもう普通の家に住んでて。
はい、そうそう、あのぜひあの入ってください。いや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 、完全に分かったよ。いや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 、これ紹介する番組、そんな、せっかく綺麗にしてきたのに、はい、今日めっちゃ掃除したんですから。このシャガーバが守ってるから車検を通るんだ。あ、そうなんですよね。車検通すときは一回これ下ろして。そうだよね、はい。自分で作ったの？はい、もう自分で手作りで作って、ただもう結構雨漏りとかもしちゃって、もう2年住んでるんですけど、うん、どうしようかってことで、うん、今新しく2台目を作ってる途中で。あ、ってことはこれ壊してる。いやいやいや、もうちょっと本当に、あともうちょっとこれで暮らすんで、やめてください。やめて、びっくりした。てっきり壊してる。ちょっとやめてください。雨漏りしてるから天井カビてるんだ、これ。あ、そうなんですよ。雨漏り、やっぱ素人が作ってるんで。カビてんの？電池のカビ、カビ。そうなんですよ。こんな雨漏りすると思わなくて。これ皮膚病になるぞ、これ、こんなの。いや、まあ、ちょっといろいろ大変なんですけど。何が大変？まあ、やっぱ、うん、暑さが本当に大変で。今年の夏はな。いや、すごかったですね。去年とか全然大丈夫だったんですけど、うん、今年も暑すぎて、うん、で虫も入ってくるんで、はい、だから夏結構大変でした。それでもギリギリ済ん で、 うわ、偉い。で、こっから冬がちょっと寒いかなっていう。多分死んでるな。はい、うん、投資してる。投資。いやだから本当にでも冬はなんとか着込めば大丈夫なんですけど、うん、夏だけ本当に無理で、はい、うん、暑くてよくない。室内でも熱中症とかなっちゃうから。そうなんですよ。若い人だってなるもんな。気をつけてください。それだけ気をつけて、うん、でもなんかとは言いながら、はい、こういうのを人生の中でさ2年も送ってるっていうのは、はい、楽しそうだよな。後で考えたんですけど、はい、ちょっと、うん、そうですね、売れた時にこういう話もできるかなと思って。できるよな。はい、ありがとうございます。はい、これ天井はこういうのでできてるの？はい、そうですね、ガルバリウムっていう鉄の薄いやつで、多分そこの間でこう入ってきてるんだと思うんですが、うん、なるほど、うん、まあこれは雨漏りするよね、うん、まあちょっとね、うん、でも次作るのはプロの方に、デザイナーズマンション作ってくれてる方が、うん、協力してくれるってことで、うん、今結構しっかり作ってるところです、うん、そうですね、はい、それみたいね。いや、本当に、ね、今年中にできるんで、ちょっと来年もしよかったらまた呼んでいただければ。それみたいね。ありがとうございます。これはあれですか、いくらぐらいでできたの、総額？はい、もうお金も全くないんで、うん、全部で10万ぐらいで作りました。はい、10万円。3万円で買って、で10万円で作って、うん、で、なんだかんだって、まあ、13万円ぐらいで、うん、まあ、プラス、はい、ちょこちょこあって、中心入れたりして、はい、それで作りました、もう頑張ってますよ。いやいやいや、あ、すいません、本当にありがたいお言葉を、はい、ありがとうございます。頑張ってますよ、はい、新しいのできたら、まあでもね、ぜひね、ファッシーとはでもね、はい、友達にはなりたくないですね。いやいやいや、え、なんてことか、なんてことか、何のメリットもないよ。いや、これ、あ、でも本当におもてなしはすごいんで。いや、いいよいいよ。いや、本当に入らないことがおもてなしだから。な、はい、入らないんですか。もう終わったから。もう、もう終わりですか。もうおしまいです。なんかもっとゆっくりやるのかと思ったら。いやいやいや、あ、もう終わりなんだ。なんかさ、はい、もう一度はい、名誉挽回で、はい、ちょっと面白いことやってみる。すみません。あ、じゃあ僕の持ちギャグがあるんで、それ一個披露させてください。はい、いきます。アデシャ。はあ、帰りましょう。すいません、帰りましょう。ちょっとアデシャだけじゃ分からないんで、分かんないよ。これ意味が、うん、ありがとう、出会いに感謝で、アデシャって今流行らしてるところなんで。帰りましょう。はい、ちょっとよかったら、アデシャ。帰りましょう、帰りましょう。ちょっと帰れよ。すいません、そんな。お疲れ様です。ハッシーさん、本日はありがとうございました。はい、もう、おしまいで。早く行けよ、ほら。ゴエちゃんから。改造車買取専門店、改造車買取本舗。高価査定、カスタムパーツ大歓迎。お手軽スマホ査定なら最短5分。改造車買取本舗で検索。車のことならアヘッドモーターサービス。あなただけのこだわり。車の競技、カスタムチューニング、新中古車の買取販売ならアヘッドモーターサービスへ。車の話番組 YouTube では未公開映像や特別映像を公開しています。チャンネル登録お願いします。